ちょうど今オープニング撮ってたんで、はい、よかったらこの説明をどうぞ。いきなり、はい、装置の販売機として、今稼働してるものなんですけども、自分は一番きついんだよね、個人的な気持ちをね。で、僕は結構長期戦が結構得意なので、20分でチャーハンで。まあ、20分ってこれ早食いするにはかなり長い時間設定で、時間あたりの食べる量の積み重ねで差がじわじわと。はい、さあそれでは続きまして大将戦に移らせていただきたいと思います。はい、はい、許可を来たガオですね、ガオですよ。はい、でで、で、何ですか。はい、ちょうど今オープニング撮ってたんで、はい、よかったらこの説明をどうですか、いきなり。はい、これは下がりていくと大丈夫。ニキタマさんは代表の落ちたんですか。お願いします。お願いします。この時からですね、はい、今年の今年から三年さんという会社が冷凍自動販売機として今稼働してるものなんですけども、たまに見ますよねこれね。たまにあります。今最近、ここ最近ちょこちょこ出てきてて、はい、じゃあこれ、せっかくの餃子ちょっと買ってください。はい、どうやってんだこれ。下がないんで、3で、これ見てくださいね。で、買う、カート買う、買うです。え、本当にで、え、マジで、え、すげえすげえ、全然ガチの自販機だ。ありがとうございます。どれが得意というか、どれがやりたいってありますか。俺は一番きついのやりたい、個人的な気持ちをね。だけどハーチャー、え、ハーチャーかな。でもその任せたりと、あとなんかわかんない、なんか俺その作戦とかも立てれないから、それ得意じゃん。なんか相手の順番予想して、じゃあ相手に対して誰かに当ててプレッシャーかけてうまくやるみたいな。あ、多分今回は個人的な考えで言うと、別に相手に合わせるわけじゃなくて、多分絶対米と麺にした方がいいと思う。うーん、だマックさんは早いと胃が伸びる、だからわざわざ麺に攻めなくても一番伸びにくい米でやってくれた方が多分、うん、相手の差はつけられない。で、多分麺に川ちゃんとか来た時に多分差が出ないから、でマックさんどこで使って差が出させようってなった時には、多分米が一番早くいけると思う。逆に言うと、じゃあ西どうやって行きますか。あ、西をどうやって行きますかね。西？多分母ちゃんチャーハンでしょ。俺そう思う。ああ、絶対そう。だから結局あれか、まあどっちかっていうと、まあでもそうか、新米線込みで考えたらやっぱ絶対勝ってくれないと困る、マジで。うん、いや、これマジでマジでスタート踏めなかったら大変なことになるから頼むぜ。大丈夫、勝てるか負けるかはどこついても一緒なんで大丈夫。食えるか食えないかどこついても一緒。これ俺らのモチベーションがあるじゃん。あ、いった、あいつ有言実行で言ったわ、俺もやんなきゃなれるから。いいっすよ、やりますよ。僕はやっぱりちょっと10分っていうくくりだとやっぱりあんまり記録が伸ばせそうないかもしれないから、やっぱ作るじゃん。はい、もけど予想的にはなそう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 考慮した上だと、で僕は結構長期戦が結構得意なので、やっぱ20分だったらチャーハンで。20分、そんな直線ではないですけども、一番すごい、ね、長いし、運も強いし、やっぱり一番長い時間の、そう、ここは、まあ、ちゃんと結構、チャーハンは自力が上げそうですね、本当、なんか、根性がいる食材、本当に水飲んでも、そうですね、落ちない、ね、本当は結構、瞬発やったんですけど、チャーハンは多分、もうひたすら時間あたりの食べる量の積み重ねで差がじわじわと広がっていく感じだから。運でもあるんですよね、じゃあ落ちるか落ちないか、あの落ちなかったガチャ引いたら負けっすよ。まあ体の調子になります。そこは祈りましょう。絶対勝つぞ、王でいきますか。じゃあ、あ、これは、はい、お願いします。絶対勝つね。はい、はい、絶対勝つぞ。ガオー東西チームバトル東の陣中堅戦を始めたいと思います。東チームマックス鈴木、お願いします。西チーム川沙友
します。メニューチャーハン1皿 350g、 20分の時間制限でございます。さあ始まりました、中堅戦チャーハン大食い対決、川ザイル選手対マックス鈴木選手、実況解説は私篠健が務めさせていただきます。さあまずはさらっとルールの説明から。食べる食材はチャーハン1皿 360g、 餃子の王将のチャーハンが、まあ、300g 程度なんで、だいたいねその2割増しぐらいですね。そして制限時間は20分となります。まあ、20分ってこれ早食いするにはかなり長い時間設定で、まあ、普通の人ならねもう早食いなんて10分もやり続けたら息切れしちゃうんですけど、まあ、このお二人に関してはねもうマジで胃袋ブラックホール底なし沼なんで、もう20分じゃね逆に胃の容量を使い切れないんですよね。だからどれだけ、まあ、20分の間に効率よく食べ進めて胃袋をより多く使い切れるかの別の次元のゲームになります。まあ、普通の人ならねもう1分とかの早食いで考える、まあ、食材の回収の仕方だとか、まあ、水飲むタイミング量とかをね20分のスパンで実行するんですね。もう同じ人間とは思えないですね。もう今の話からどれだけこの対決のレベルが高いか分かっていただけたかと思います。さあ戦況の方はマックスさんが早くも2杯目を完食して一歩リードですね。まあ、最初の1分半足らずで2皿 760g、 驚異的なスピードです。まあ、序盤でねリードを稼いでおくという戦法でしょうか。まあ、実はねこの川ザイル選手対マックス鈴木選手っていうのは前大会第1回のガオーにおいてもね同じ対戦カードでやっておりまして、まあ、その時はね今回と逆で、まあ、川ザイルさんがね序盤大きくリードをして、まあ、マックスさんはね常に苦しい状況を強いられてたんですね。まあ、その反省を生かし今回はね最初にリードを稼ぎ、まあ、心身ともにゆとりを持とうという考えなのかもしれません。さあここで川ザイルさんが3杯目を手に取ります。そして間髪入れずにマックスさんが3杯目を完食、なんと開始2分で1杯差がつきました。まあ、これはやばすぎますね。いやね何がやばいって、別にね川ザイルさん食べてるスピード全然遅くないんですよ。おそらくね皆さんの感覚だと、まあ、川ザイルさんが早歩き、マックスさんが全力ダッシュぐらいのスピード感覚だと思うんですけど、まあ、川ザイルさん1分で1皿 360g 食べてはるんですよね。まあ、つまり10分だと 3600g、 3.6kg 食べていることになります。これ10分で 3kg、 これめちゃくちゃ早いですよね。しかもカレーとかラーメンみたいな、まあ、比較的ね飲み込みやすい食材じゃなくてチャーハンですからね、まあ、早歩きどころか新幹線です。ただねマックスさんがねもうリニアモーターカーだったんですよね。このスピードで食べて2分で1杯差をつけてくる。いやマックスさんって普段ねすごいフランクで僕たちの目線に合わせてはしゃべってくれるんで忘れがちですけど、まあ、改めてねこういうとこ見るとねやばいなって思いますね。もはや自己天才と割り切っていいレベルのこの1杯差ですけど、まあ、数字だけ見て語るならばカレーとかラーメンならまだしもね、この食べにくいチャーハンでの1杯差はねなかなか苦しいですね。まあ先ほどもちらっと触れたようにチャーハンっていうのは大食い難易度 SS 級の食材で、まあ、そのね主な理由は水分が少ないからですね。まあ、食材の食べやすさを決める大きな要素の一つとして、まあ、水分があって、まあ、水分が多いカレーとか卵かけご飯、まあ、うどんとかはもうまさにね飲み物と言っていいぐらいスルスルと食べることができます。まあ、逆にねあの水分の少ない食材はもう喉に引っかかってなかなか飲み込めないんですよね。まあ、チャーハンとか焼きみたいな炒めた食材っていうのはもうその過程で水分が飛ぶんで、まあ、大抵ねこの水分少ない系の食材になります。まあ、もっとね極端な例を挙げると乾パンとかになりますね。マジで単体だと一生飲み込める気しない。まあ、そういった食材をね、まあ、今回みたいなスピードが求められる勝負で食べるとなると、まあ、かなりの量の水を飲む必要があります。ただね、まあ、水を飲むとその動作自体ねロスが生じる上に、まあ、当然ねあの食材の重量以上に胃を圧迫するんで、まあ、何もなしにスルスルと食べられる水分ある系食材と比較するときつくなるわけです。まあ、胃を圧迫って言っても知れてるやろって思うかもしれないんですけど、多分ねチャーハン
3キロあったら、まあ、このスピードで食べるとなるとね、まあ、最低でも2リットルぐらいの水を飲むことになります、まあ、合わせて5キロですね。そんなバカなって、まあ、思うかもしれませんけど、まあ、皆さんのよく知るね王将のチャーハン、まあ、300グラムを食べるときに、まあ、コップ1杯の水を飲むとしたら、まあ、コップ1杯の水がね 200cc ぐらいなんで、まあ、チャーハン3キロ換算だと水 2000cc、 まあ、さっき説明したらね2リットル程度になりますんで、まあ、意外とね水の重量ってバカにできないんですよね。まあ、あとはね物にもよりますけど、チャーハンの場合ね油や香辛料も量を重ねると負担がでかくなります。まあ、このようにねもうチャーハンはね大食いきつい要素の数え役満みたいな食材なんで、まあ、チャーハン一杯の差っていうのはね見た目以上に重いですね。まあでもねこういう食べると重くてきつい食材に限って、まあ、普通に食べるに限ってはねめちゃくちゃ美味しいんですよね。さあここでマックスさんが8杯目を完食、そしてほぼ同時にカーザイルさんが7杯目を完食しました。この時点でマックスさんは 360×8 で 2880g、 カーザイルさんは 360×7 で 2520g を完食しております。まだ折り返しも行ってないのにすんごいペースですね。僕が死にそうになりながら30分ぐらいかけて食べる量ですこれ。まあ、現在ね8分弱経過しておりますけど、まあ、開始2分でもう1杯差がついてからはねその差に変化がなく拮抗した状態が続いております。まあ、拮抗していると言いましたけど、まあ、マックスさんは少しでもリードを広げようと、カーザイルさんは開いた差を少しでも縮めようと、まあ、両者常にねフルパワーで食べている状態なんで、まあ、決してねお互いに様子を伺っている、まあ、いわゆるね冷戦のような状態ではなく、もう全力でぶつかり合った結果、まあ、相殺してね平行状態を保っているといった感じです。ちなみにねこれ1杯あたりのチャーハン食べるペースもその開始2分以降はねほぼ変わってないんですよね。もうずっとね1分15秒ほどを両者キープしております。いやねいくらね、まあ、胃袋無尽蔵とはいえ、まあ、こんだけねもう全力で食べ続けてたら、まあ、集中力切れて少しぐらいはペース落ちるのが普通なんですけど、まあ、これはねもうとんでもないこと起こってますね。もう互いに少しでも手を緩めたら、まあ、勝負が決まってしまうというのがね分かっているんでしょう。まあ、この時ね僕は後ろでもうサイヤ人の戦いを見るヤムチャのような視点でこの戦い見てましたけど、まあ、すごい緊迫感でしたね。固唾を飲みすぎて喉がカラッカラになっておりました。さあそういや皆さんねお気づきかもしれませんが、まあ、チャーハンのお皿が途中で変わってるんですよね。まあ、あまりにもね2人の食べる量が異次元すぎて、まあ、お皿の数が足りなくなったからなんですけど、まあ、チャーハン皿から紙の平皿になっております。まあ、これね一見何も影響がないように見えるんですけど終わりです。まあ、チャーハン皿って、まあ、壁があるんで食材集めやすかったんですけど、まあ、平皿はねもう見たまま真っ平らなんで、まあ、食材集めようとした時ね、まあ、力加減間違えたらね、まあ、チャーハン皿の外に吹っ飛んでいくんですよね。まあ、これね現場で見てたんですけど、もうチャーハンのパラパラ加減も相まってもう想像以上に米が滑ってね結構押していきます。まあ、チャーハン皿の形ってねちゃんと意味あったんやなって思いましたね。もうこれねガオーではもう皿の外に落ちた食材とかも、まあ、しっかりねもう後で拾い集めて測量されるんで、もう外に吹っ飛んでいった食材は、まあ、実質食べてないのと同じ扱いですね。まあ、チャーハンは頑張って集めた時間がね全部無駄になっちゃうんでかなりのロスになります。まあ、だからね、まあ、回収するときにね心持ち優しくスプーンを動かす必要があるんですね。もう早食いの勢いでねグワーってやっちゃうともう全部落ちていきます。まあね、お互い同じ条件なんで、まあ、平等ではあるんですけど、まあ、こういうね急に来た平皿に対してどういう風に食べると一番ね落とさずに効率よく早く食べれるかとかを、まあ、いち早く見つけるという能力でまた差ついたりもしますよね。まあ、僕とかねガサツっていうより、まあ、力加減単純に下手くそなんで、まあ、チャーハンの塊丸ごとスライドさせて吹っ飛ばしてしまいそうです。
まあ、ちなみにこういったね急なハプニング、まあ、プチハプニングみたいなのは別に珍しいことじゃなくて、まあ、皆さんの知る、ね、某大食い王の大会とかでもなんか外でやったりするとなんか唐揚げが冷めてカチコチになっちゃったりめちゃくちゃ風が吹いてて紙コップが吹っ飛んでいったりするっていうこともよくあるんですよね。あとはなんかサイクルが早すぎてお好み焼きが焼けてない状態でできたりって、まあ、それに比べたらねこの紙皿平たい皿っていうのはね、もしかしたらまだ可愛いかもしれませんね。さあここでマックスさんが13杯目は完食、一方カーザイルさんが12杯目がまだ3割ほど残っており、ここで10分以上続いた拮抗状態が崩れましたね。逆にね10分ずっと続いてたのがやばすぎます。まあ、マックスさんはねほぼ変わらないペースを保ち続けていますが、カーザイルさんの方がねちょっとペースが落ちましたね。まあ、さっきからの様子を見るにチャーハンが胸に突っかえてしまっているようです。まあ、突っかえるって大食いできるけどどういうことやねんって方のために説明すると、まあ、食べ物って喉を通ってから胃に到達するまでに食道っていう器官を通ってワンクッション置かれるんですけど、まあ、そのね食道に食べ物がおる状態を指します。まあ、つまりね食べ物が胃まで落ちてないんですね。まあ、これはねチャーハンとかの水分が少ない系の食材だったりお餅みたいな粘度が高い系の食材などもういかにもね滑りにくそうな食材で起こりやすいです。まあ、こうなるとね以降の食べ物が入りにくくなるんで当然食べるスピードも大幅に落ちます。まあ、対処法としてはね水を飲んで流すっていうのが主なんですけど、まあ、一度つっかえちゃった食材はねなかなか落ちてくれないんでもう必要以上にね水を摂取することになって、まあ、しかもねその間食べ物はね当然ね口に運べないんで大幅なロスとなります。まあ予防策としては、まあ、こまめに水を飲むことですね。まあ、このつっかえるっていうのはもう急にね起こるんじゃなくて、まあ、徐々に食材が、まあ、食道に溜まっていって起こるんで、まあ、こまめにね水で食道をきれいにしておけば大丈夫です。ただ一方でね、まあ、水は、まあ、胃を圧迫するんで、まあ、できればね使いたくないんですよね。だからこの食材が詰まらない程度の、まあ、必要最低限の水を摂取しつつ、まあ、残りをすべて食べることに回すのが一番の理想であり、まあ、フードファイター側もねそうなるように調整します。ただねこれもね言うのは簡単なんですけど、まあ、実際ねかなり難しいです。まあ、特にね今回みたいな相手がいる状況だとなおさらです。まあ、カーザイルさんからしたらねもう一生マックスさんのペースが変わらず差が縮まらないで残り時間も迫ってきてるんでなんとか現状打破したいってなった時ね、まあ、ギアを上げる必要が出てきますよね。ただそうなると自分が安全に食べることができていたペースから逸脱するんでもう無理してる状態なんですね。でそうなるとやっぱこういうね喉が使えるとかそういったリスクが出てくるんですよ。ただまあこれはねカーザイルさんが悪くなくてもうそのように無理をさせるまで10分以上同じペースでリードを保ち続けたマックスさんがねもうただただやばすぎましたね。まあ、これがね仮に僕がね、まあ、一杯のハンデをカーザイルさんに対してもらってやったとしても、まあ、2秒で追いつかれますよ。さあここでマックスさんが15杯目を完食、残り時間は2分を切りました。止まりませんマックス鈴木選手。まあ、この時点で食べた総重量はチャーハンだけで 5.4kg、 水分量込みだと 8kg は優に超えてるかと思います。やはりねもうとんでもない戦いになりましたね。しかしカワザイルさんも最後まで食らいついていきます。まあ、このガオーという大会は団体戦なんでこの中堅戦における差、食べた量の差がそのままねチームの差として対象戦に引き継がれるんで、このねカワザイルさんの奮闘は生き続けます。さあいよいよここで1分を切りました。長いようであっという間だった20分の戦いもついに終わりが近づいております。てかお互いに水分込み 7-8kg を食べてるはずなのにむしろスパートかけそうな勢いなのマジでやばすぎますね。さあここでカワザイルさんが14回目を完食、総重量は 5040g で残り時間は30秒を切りました。先方戦でもお話ししたように制限時間終了時に口の中にあった食べ物までカウントされるんでこの数十秒の立ち回りは非常に大事なものとなってきます。さあどうなるか。9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了です。それでは
それでは挑戦したお二人から一言ずついただければと思います。マックス鈴木さんどうでしょうか。そうですね、まあ20分走り切れたのかなっていうのと、やっぱ少しでもね、多く食べてエビマイ順にバトンを渡したかったなっていうのが一つと、あとはまあちょっと、まあ、個人的な話になるんですけど、前回自分なんか母ちゃん勝って、多分結構プレッシャーあったと思うんですよ。彼はやっぱ終わり者の立場ってやっぱ分かるんで、気持ちがそのプレッシャーとかもあったと思うんです。その中はすごい頑張ってたなっていうので、あの実はさっき初めて試合終わって話したんです。それは一回も話してなくて、なんか試合で会話できたような気分になってあれなんですけど、多分いろんなものと戦ってたんだなと思うので、僕はリスペクトを受けたいですね。感謝です。はい、そんな感じです。ありがとうございます。対しまして、川崎さん、いかがだったでしょうか。はい、まあ、前回、うちの大会で、まあ、10グラムで勝ったとはいえ、まあ、僕の中では本当にあの勝った気がしてたので、今回は本当に、形のある結果で勝ちたいなと思って、なんかいろんなことが行われしておるんですけど、負けて、まあ、今回負けてしまい、最後、石田先生にいい形で、送り出せるので、本当に申し訳なく思いますが、これを機会に頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。大変熱いバトル、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、続きまして、大将戦に移らせていただきたいと思います。